いつも一つ名探偵コナンチャンネルのまみです。はい、今回は前回お話しした赤瀬博士黒幕説に続いて黒羽東一黒幕説について話していきたいなと思います。黒羽東一といえば怪盗キッドこと黒羽怪盗の父であり初代怪盗キッドでしたよね。そして8年前にマジックショーの最中に事故死したと言われています。そんな黒羽東一がなぜ黒幕と言われているのかを今日もまみなりの角度から考察し解説をしていきたいなと思います。では今日もちょっと話してみたいと思います。でまず黒羽東一といえばマジックカイトに出てくる人物で黒の組織のボスといえば名探偵コナンでそもそもアニメ違うやんって思った方もいらっしゃると思います。これは以前の動画のカイトと新一のいとこ説の動画で少しお話ししているんですが青山先生が以前新一とカイトの顔が似ているのには理由があると言っていたんですね。さらに怪盗キッドといえば基本的には名探偵コナンのゲストとして登場することが多いんですが名探偵コナンの中でも重要怪と言われているミステリートレインでがっつり黒の組織と関わっていたりまた名探偵コナンの単行本の鍵穴に黒羽東一が描かれていたりと何かと関係しているんです。それに何と言っても黒の組織のメンバーであるベルモットに変装術を教えたのも黒羽東一なんです。さすがにここまで来ると一概に別のアニメから全く関係ないとは言い切れないですよね。はい、ということで改めて今日は黒羽東一黒幕説について話していきたいなと思います。では早速本題に入っていきます。ではまず黒羽東一のプロフィールから簡単にお話ししていきます。名前は黒羽東一、彼は東洋の魔術師と謳われ世界的天才マジシャンでした。そして初代怪盗キッドでもあります。妻は女十二面相と謳われたファントムレディこと黒羽千景です。そして息子は現在怪盗キッドこと黒羽怪盗の3人家族です。実は黒羽東一には師匠と弟子がいたんですね。その師匠の名前が世界的マジシャンジェームズ・ホッパーで弟子の名前が工藤新一の母である工藤由紀子とシャロン・ビギアのこと黒の組織のメンバーであるベルモットだったんです。しかし黒羽東一は8年前にマジックショーの最中に不慮の事故で亡くなったとされています。はい、これが簡単な黒羽東一のプロフィールになります。はい、では早速黒羽東一黒幕説について解説と考察をしていきたいなと思います。まず一つ目なんですがなぜ黒羽東一が黒幕だと言われているかという点についてです。それは見ての通り黒羽とは黒い羽と書きますよね。そして黒い羽から連想されるものはカラス、そこからカラスマという風になるわけなんです。でもさすがにこれだけじゃ根拠が薄すぎますよね。なので今回もいろんな角度から深掘りしてきたのでぜひ最後まで見ていてください。はい、で次に2つ目に気になるのがこれはマジックカイトでのお話になります。そのマジックカイトに怪盗コロボーという泥棒が出てきたんです。でこの怪盗コロボーが出てきた怪の名前がミッドナイトクロー、真夜中のカラスというふうに書くんです。そしてさらにこのコロボーというのはフランス語でカラスという意味なんです。こんなカラスばっかり関わることってあるってなりますよね。でその怪盗コロボーの顔がなんと黒羽東一の顔そっくりだったんです。さすがにこれ怪しいですよね。いや黒羽東一死んでるやんって思った方もいてると思うんですが実は青山先生が以前こんなコメントをしていたんです。実は東一は生きていると。ただこれについては黒羽千景なのではないかという声も上がっているんです。それは怪盗コロボーが怪盗キッドに言った一言、君が最もショックを受ける人物にもなれる。この発言からカイトがショックを受ける人物、それは亡くなった父である東一っていうのを知っていた人物、そうなるとこの怪盗コロボーは母である黒羽千景なのではないかというふうに言われているんです。ただマミ的にはこの怪盗コロボーは黒羽千景でもありながら黒羽東一でもあるのではないかと思っているんです。それは怪盗キットもよくするんですがアシスタントを使って相手の目を欺いたりしていましたよね。なのでこの怪盗コロボーも正体は黒羽東一でアシスタントが黒羽千景なのではないかというふうに思っているんです。はい、で次に3つ目なんですが皆さん怪盗キッドってどのようにして名付けられたかご存知ですか。実は工藤新一の父である工藤優作が怪盗1412をキッドというふうに呼んだことが由来なんです。へえ、それが由来なんやって前もそれぐらいにしか思っていなかったんです。でも青山先生って何かと名前に意味をもたらしますよね。ということで今回もこのキッドという言葉についていろいろと調べてきました。まずキッドといえば一番有名なのは子供という意味ですよね。でもその他にも欺くといった意味があるんです。変装やマジックで敵を欺く、まさに怪盗キッドにふさわしい名前ですよね。はい、でも実はこのキッドという言葉にはもう一つ意味があったんです。それは小ヤギという意味なんです。いや、いきなり小ヤ
もいらっしゃると思います。はい、前もなりました。なのでこの子ヤギについてさらに調べました。するとグリム童話に狼と7匹の子ヤギという童話があったんです。はい、ここで一つ7という数字について以前考察したんですが、名探偵コナンは何かと7という数字に関係がありましたよね。あの黒の組織のボスの命令のプッシュ音が7つの子と7が関わっていたりしましたよね。そして今回も7匹の子ヤギと7が関わっているんです。そしてさらにこういった海外の童話で描かれている狼は実は現実社会での犯罪者の例えとして使われているんです。なのでこのことから読み取れるに、狼イコール犯罪者、7匹の子ヤギイコール黒の組織というふうに考えることはできないでしょうか。もしそうなってくると黒羽統一ますます怪しくなってきますよね。はい、で次にこれは仮説にはなるんですが、黒の組織って実際名前ってまだ明らかになっていないんですね。でマミ的にこの名前がクローバーなのではないかと思っているんです。いやいや、いきなり何とあなた方もいらっしゃると思います。これにはちゃんと理由があって、実は以前青山先生は黒の組織の名前を言うとバレるというふうに言っていたんです。でそこで一つ思いついたのが、クローバーから伸ばしてクローバー、そしてこれを2つに分けるとクローとバーとなりますよね。黒の組織の象徴でもあるカラスとコードネームがお先になっている点からバー、酒場というところからクローバー、そしてこのクローバーからこの伸ばし棒を取るとクロバともなるんです。これはなかなか怪しいですよね。でここでもう一つ調べたんですが、実はクローバークラブというカクテルも存在したんです。そしてこのカクテルのカクテル言葉は約束という意味だったんです。ここまではまあまあ普通ですよね。で次に調べたのが植物のクローバーについてです。ここで質問です。皆さんクローバーって言ったらどんなイメージがありますか？四つ葉のクローバーを見つけると幸運になるって小さい頃よく言いましたよね。まさに花言葉もそうで、クローバーの葉っぱが1枚だと初恋、2枚だと平和、3枚だと愛、4枚だと幸運という意味があるんです。枚数によって花言葉は少しニュアンスは違うんですが、どれも前向きでとてもいい言葉ですよね。でも実はクローバーには隠された花言葉が一つあるんです。それは愛しすぎて愛が憎しみに変わるということから復讐という意味があるんです。ここからは少し話が逸れてしまうんですが、皆さん名探偵コナンとクローバーといって何か思い浮かぶことはありませんか？マミはあの若狭先生があゆみちゃんからもらったクローバーを捨てるシーンがすごい思い浮かびます。ここでのシーンでいろんな考察がされているんですが、若狭先生がクローバーを捨てた理由としては、若狭先生は昔伊藤を歩めたことがあるから罰を受ける前に幸せにはなれない、だからクローバーを捨てたというふうに言われているんですね。でもこの今回のことを踏まえて考えると見方が少し変わったんです。ここでは若狭先生が朝霞と仮定し、朝霞と羽田浩司は恋人関係だったという仮定で話します。先ほど言ったクローバーは黒の組織の名前、そして植物のクローバーは復讐、そしてクローバーカクテルは約束。このことを言い換えると、恋人の羽田浩司を殺された朝霞若狭ルミはラムに復讐を誓った、約束したというふうに捉えることはできないでしょうか。そうなってくると、あのシーンは幸せになれないではなく、クローバーを見て復讐を再度胸に刻み込んだシーンなのではないかと思ったんです。はい、少し話は逸れてしまったんですけど、ここで黒羽統一の話に戻ります。はい、で次に気になる点が、これは名探偵コナンでも結構考察されているお話、そして人魚はいなくなったについてです。ここでは三国島という離島に行くのお話なんですね。でその島で、まあ、名簿があったんですが、そこの名簿に黒沢仁だったり魚塚三郎、そして愛ちゃんこと宮野志保と黒の組織のメンバーの名前がずらりと並んでいたんです。でそこに大黒蓮太郎という名前が出ていて、これが黒の組織のボスなのではないかというふうにも考察されていましたよね。でも皆さんに見ていただきたいのはそこではなく、宮野志保の左隣です。これ手で隠れているんですが、ドイというふうに見えないでしょうか。実は黒羽統一は生前ドイという偽名を使っていたんです。実際にはこのドイから下は隠されているので、この偽名と一緒かというのはわからないんですが、でも少し怪しいですよね。はい、そして次が最後になるんですが、これも以前の動画でジェームズの正体について考察した時のお話なんですね。ジェームズの名前の由来はシャーロック・ホームズの宿敵であるジェームズ・モリアーティが名付けられたという点についてです。はい、ここで一つ
皆さん、クロバ統一の師匠の名前覚えていますか？ジェイムズ・ホッパーなんです。同じジェイムズが使われているんです。もしこのジェイムズもジェイムズ・モリアーティのことを指しているのであれば、クロバ統一は組織のボスの一番弟子なのではないかというふうにも考えられないでしょうか。そしてボスが亡くなった今、クロバ統一はボスの意思を引き継ぐため8年前に事故死に見せ、家族の前から姿を消したのではないかというふうに考えることはできないでしょうか。はい、ということで今回のことを簡単にまとめると、以前の黒幕はジェームズ・ホッパーだったが、そこから意思を引き継いだクロバ統一が今現在そのポジションになっていて、組織での活動をするために8年前マジックショーの最中に事故死したと見せかけ、家族の前から姿を隠したのではないかというのが結論になります。また今回の動画で少し話は逸れてしまったんですが、クローバーについて少しお話したと思うんですね。若狭先生がクローバーを捨てたことについてはストーリーから考察するのももちろん楽しいんですが、名前に隠された裏の意味について調べて考察していくのも楽しいなと思いました。またマミノリの角度でいろいろと考察していきたいなと思っています。皆さんの考察の内容もぜひコメントしていただけたらなと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、マミでした。